折り紙で秋の花、桔梗を作りましょう。まず折り紙を白い方が見えるように三角に、もう一度三角に折ります。裏返して色が見えるように長方形に2回折ります。山折り谷折りになるように折りつぶして、開いている方から真ん中の線に合わせるように細長い三角に折ります。しっかりと折り目をつけてください。裏側も同じようにします。これを一度開きます。そして今度は反対側から真ん中の線に合わせて三角に、これも裏側も同じように折ります。この折ったところを開きます。ハサミなどの先を使うと簡単に開くことができます。裏側も2箇所あります。これを縦にして先が合うように半分に折ります。そしてこの部分を下に折って、最初につけた折り目のところできれいに折るとこの形になりますので、小さい三角を上に折り上げます。裏も同じようにします。これと同じように折るところがあと2箇所あります。全部で4箇所できたら、今度は折り目のないところを開きます。で、鶴の足を折る時のように折っていきます。これも同じように4箇所折ります。細くなっている先の部分を1ミリくらい切り取ります。後でワイヤーを通す穴になります。花びらを開くとこんな花の形になっています。鉛筆など丸いものに巻きつけて花びらをカールさせましょう。葉っぱには色画用紙を使います。3回折ります。1回、2回、3回目は細くなりますので半分ずつ折って3回、輪になっている方から葉っぱの半分の形に切ります。これを開いて真ん中ぐらいまで切り目を入れたら、糊をつけて交差させて貼ります。このはみ出ているところは切っておきましょう。おしべは黄色のお花紙で作ります。8つに折って手で裂いておきましょう。これで小よりを作ります。指先に液体のりをつけてねじりながら細くしていきます。パーツが揃ったら花の形に組み合わせていきましょう。まず黄色のおしべを3つに折って、真ん中にワイヤーをかけ2、3回ねじります。輪になっているところを切って、この付け根の部分に液体のりをつけたら花の中に通します。引っ張りすぎないように気をつけてください。フローラテープを茎と同じぐらいの長さに切って花の根元から巻いていきます。2、3センチ下がったところに葉っぱが外側に反るように巻き込みます。巻き込む部分が短いので押さえながらしっかりと巻いてください。
これを何本か作ったら、形よくまとめてフローラテープで巻きます。お好みの花瓶に入れて飾ってください。